名古屋サイクロンズは愛知県名古屋市を本拠地とする社会人アメリカンフットボールのクラブチーム X リーグ西地区所属1980年に名古屋サイクロンズとして創部 X リーグ発足以前には西日本一部でリーグ戦を戦っていた時期もあったが1997年以降長らく二部で戦い上位争いを展開していた 2006年シーズンに X に西地区優勝を決め、入れ替え戦でも岩谷サイドワインダーズを下して、念願の X リーグ昇格を決めた。しかし、2007年シーズンは全敗に終わり、入れ替え戦でも X に昇格経験のない、朝日プリテックゴールデンファイターズ20から7で、敗退、わずか1年で再び2部に降格となる。2009年に X にリーグで優勝。 入れ替え戦にも勝利し、翌2010年から3シーズンぶりに一部昇格する。以後、会ではあるが一部リーグの座を保持している。2007年シーズンにより、リクルーティング事業等を手掛ける株式会社アドバが、スポンサーとなり、チーム名にもスポンサー名を冠して、アドバ名古屋サイクロンズと改めていたが、2010年シーズンの一部復帰後は、以前の名古屋サイクロンズに戻っている。 ありがとうございます。